はい、これらに乗車記録があります。オーナーさん、日産に物申してください。もう一回取り直し、はい、じゃあオーナーさん、日産に物申してください。何か不満だと思うんだね。収納が足らんというか、はいはい、収納ですか。おお、タバコ置くとこないわ、携帯置くとこないわ。あれ、あれどこにつけたらいいと思う。このあれや、そうそう、マグネットのこれ。ああだけど平らなとこがないやんか。ああ、だからどうなんかな、どこにつけようかって今迷い中。なるほどなるほど。やっぱりその辺はコンパクトカーなんかなと思って。 あと収納もそんなにないんです。収納もここだけ。プロフィアとえらい違いですね。で、前のそのセレナからの乗り換えやから、はい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 、あんな車は結構ミニバンで結構あるやんか、ね、あるけども、はい、これ車内がもう収納ですもんね。そうそうそう。で、ここなんか例えばこんなあるけど、タバコポケットみたいなあるけど、はい、ちょっと加速したらポトンと落ちるという。深くないですね。深くない。ここに置いても滑り落ちるという。ちょっとゴミ箱みたいになってますけど。でネットで買ったゴムマット。ちなみにオーナーさんもネットでしょうもないもん買う癖ある。あ、そうなんですか。昔から。そうそうなんです。オーナーさんも持ってる。ボッツさんもですか。そうですね。はい。2つ3つ失敗はしてますけど。まあ、ドリンクホルダーでも2個あるのは、まあ、よかった。よかった。はい、あとここですね。あるとすれば、どこ？あ、ここです。あ、これね。はい。これね。もう携帯がちょうど入る大きさで、これほんまにスマホ入るんですか？え、入る。このサイズですか？あ、それは知らん。あ、ちょうどです。ああ、入りましたね。設計されてますね、ちゃんと入る。なるほど。はい。これありきなんですよね。これありきなんですよね。はい。はい。これは純正オプションでやろ？これ。純正オプションやね。はいはいはい。で、まあ そこは気に入ってんね。この電源が取れるという、はい、普通やったらシガライターからこうやってやらなあかんけども、はい、USB 直結で出てるっていう、はい、これそれがまた後ろに、ここにも後ろにもなんか USB の穴どっかあった。ああ、ありますあります。はい。ああ、ボツの先100均で買ったやつ使えますよ。使えますね、使えますね。後ろの人の心。これ違います。これこれ100均ですか？100円？これ100円なんですか？ダイソーで言うあれじゃないですか、はい、100均で300円とかありますよね。でもこれは100円ちゃいます。100円ですか？これすごいですね。こんなんあるんですね。ほんまや、ほんまや、ほんまや、ほんま。はい。あ、これめっちゃ明るいじゃないですか。これすごいですね。これいいですね。これすごいですね。めっちゃいい。いや、心遣いで。はい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 。何て言いましたか、小田さん今何て言いました。心遣い。あ、心遣い。人の心遣いで。聞いてませんでした。もう一度お願いします。後ろの人に心遣いいうことでついてますわ。いただきました。いただきました、はい、これトレー外したらどうなってるんですか。トレー外したら、あ、なるほど、ここに来てるもんやから、そういうことになってるんですね。こういう仕組みになるんかなと思って。コートは書いてもおらんかったけど、まさにそういう感じ。そうやろうね。だからそれなければそこにも物は一応置けることはない感じ。置けんことはない、ね、それただ線がこのなんかなんていうの、カールコード。あーだからちょっと場所を取るだけで、普通の直線の線、コードやったら結構まだスペース取れるかなという。これはあれですか、自前ですか、このコードは。あ、コードは自前。あ、自前なの。コードは自前、ついてるやつじゃなくて自前。はぁ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 。だからこの直線のコードの短いのうまいこと買ってきて、寸法的に合うやつ買ってくれば、もっと横幅したりしたら小スペースっていうんか。じゃあタバコも置けるし。そう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 、はい、なるほど。じゃあそれカスタマイズ今度みんなでしましょうか。これね、ここなんか、これなんだ、この、はい、このスペースなんなんやと思います。このなんかドリンク置けそう。ドリンクは置けないですけど、なんか置けそうですね。なんなんすかね、この形ね。はい、ただ多分これあの動くんですか、アームレストって。これ普通って普通の乗車とか結構ここについてるやん、ここに、椅子側に背もたれやけど、これコンソール部分のスペース使ってつけてるやつやから、それの
あまり、あまりのスペースということちゃうから。なんか絶対意図ありますよね。これはちゃうんですか。まあまあそう。日産がオーナーに委ねてる。ああ委ねてるんですか。はい。使い方は。ちょっと試されてるんですよ。ちょっとした小物入れ的な。はい、でも前からは入れにくい。まあもう 前からは全然。ね、もう助手席の人がこれなんかここに物を入れて忘れて帰るっていう。はい、あ、これコーヒーとかを缶コーヒーをね。缶コーヒー前にここに1本置いとけるんちゃうんですか。ほんで未開封の、はい、未開封のやつ。ほんでここに普通にペットボトルとか。っていう。ちゃいますかね。ちゃいますね、ちゃいますね、それそれでもうちょっとそれらしい形 になってると思うんで、あ、フロアマットも綺麗ですよ。フロアマット、これ縁までキーキーですね、はい、なんか自作したように思いますね。思いますね、はい、違いますって、これ純正ですって。これイーパワー盛り上がりますね、はい、盛り上がりますね、はい、内装だけでこんなに話できるんですよ、はい、あまり日産に物は申してないんですけど、そうですね、はい、要約すると、はい、収納をするスペースが意外と少ない、少ない、不満はあるけど、それはとこはもっとコンパクトかゆえにかな、はい、そこは、はい、これすごい気になってるんですけど、え、何これ、そうですね、なんかこの、この形状が松本零士のね、スリーナインとかヤマトとかに出てきそうな感じじゃないですか、近未来的な、はい、いや、オーナーさん分かりますよね。これ松本レシっぽいなって思ったんですけど、銀河鉄道スリーナインこの前、スリーナイン、そうです、スリーナイン、この前映画見たばっかりやから、スリーナインも、ああ、マジですか、その話なんですか、はい、そうですよ、そうですよ、その話です、そう、はい、電車が空に走っていく感じ、斬新ですね、その話ではないですその、ね、中の機械的なのが、ね、こんな感じになって、すみません、ちょっと今、はい、しょうもない話でした、はい、じゃあ、はい、まあんまり物を押すことはないということで、はい、とてもいい空間でした、いい車でした、はい、はい、ありがとうございました。このオーナーさんの方だから、はい、絶対まだなんか仕込んでる、そうですよね、はい、もうどんどん出てきますからね、もうアンコールしてみてください、はいはいはい、アンコールお願いします、はいはい、あれがこの割にはちょっとしょぼいかなという、これは純正ですか、いや、あの、Amazon、アマゾン、なるほど、いや、こういうのもあってんけど、はい、それを買ったつもりやったけど、買ったつもりが、はい、値段だけで言ってもたら、はい、これが来るつもりやったけど、はい、これやったという、はい、ここちょっとだけちょっとだけこれは日産には物申してるわけじゃないじゃないけど自分の失敗談というか、はい、これ結局これがフル装備って書いて舞台文句がこっちはあえて真ん中に持っていかんとこっちに寄して、なるほどなるほど、これあえて寄せただけっていう、ね、これ自分で真ん中じゃなくて、ね、これほんまだったら右と左がつくんじゃなくて、はい、ほんまだったら全部がつく、そうそう、ね、全部で一体型のこのスペースのはずやったのに、売ってるのは売ってるね、はい、それは、けど、はい、それ値段もうちょっと高くて、はい、もっと安いの売ってるやん、思ってポチったらポチったこれが来たと、これ絶対この右の後ろ座ってる人、あれうちの方電気つけへんのになるでしょう、そうそうそう、なんでそっち電気つくの、うちの方つけへんのみたいになるでしょ、はい、これがやっぱり、前のセレナも同じやってん、この形状やってんけど、はい、あれはこう3分割で全部独立したスイッチがあってんけど、はい、それもアマゾンですか、いや、それは純正で、純正で、それはだからそれ買ったらちゃんと1個ずつついてくるんやけど、はい、ノートはこれ1個やった、これ1個やったと、やっぱりちゃんと純正の買いましょう、はい、車種専用で書いてあってんけど、だからもうやっぱりほぼボスさんとオーナーさん似てるでしょ、はい、ほぼ汎用で、はい、車種専用のフロアマット買わんかったりとか、それも、もう車種専用買わんかったりとか、はい、似てるでしょ、やってんの、はい、同じようなこと、同じようなことやってます、はい、もう出てこないと思う、いいですか、聞いても、以上です、わかりました、はい、ありがとうございました、はい。